あの日屋根裏部屋で開いた絵本、金色の杖かざす魔法使い、手を使おう。よし始めるよ。できた。うわ、新しい特性ができちゃったよ。作ろうかな。ちょっとし、何を作ろう。どのくらい休もうかな。はい。何を作ろうかな。商品の在庫足しといたからね。じゃんじゃん買ってってちょうだいな。これでいいの？はい。これでいいの？はい。これでいいの？これでいいの？は？これでいいの？これでいいの？は？これでいいの？は？これでいいの？これでいいの？明らかにテンション変わりましたよね。ちょっとひどくないですか。ごめんね、ルフィス様かライアス君が来たのかなって思ったのよ。ルフィス様って、ついにそこまで来ちゃいましたか。だいぶ重傷みたいだな。ルーフェス様、まだ私に気を許してくれないのよね。お店の話するときとかずっと緊張してて。そうなんですか。あのルーフェスが理由全然わかんないな。
ヤス君の方もいまいち進展がないのよね。前言ったことやってるんだけど。それって毎晩枕元に立って恨めしいやってやるって言ってたやつですか？なされてるだけで全然ロマンチックな感じにならないのよ。もう鈍い男の子って困るわよね。それはそうなるのが普通の反応だと思うんですけど。なかなかうまくいかなくて。私一体どうすればいいの？メルル、相談に乗って。私に聞かれてもどうすればいいのか。あ、もっと年上の女の人に相談してみたらどうですか？じゃあ相談してきて。お願いよ、お店の常連さんなんだから。天使のために働いてくれるわよね。そんな顔されると断れない。わかりました、相談してくるから待っててくださいね。の人か、トトリ先生とかエスティさんあたり。とりあえず話してみよう。在庫の補充をしたばかりだ。何でも見ていくがいい。これでいいんだな。よ。これでいいんだな。これでいいんだな。これでいいんだな。よ。これでいいんだな。なんだ。絢爛ではないが、質実な作りをしている。主の人となりを表しているかのようだ。あ、ステクルさん。ステルクです、メルル姫。あ、ごめんなさい。ところで、どうして王宮に？アールズで活動するにあたり、国を統括している方に挨拶をと思うのです。なるほど、それでルーフェスのところに。
でも今はいないみたいだね。仕事中で忙しいのかな。構いませんよ。アーランドの使者殿と会うのも仕事の一環ですから。うわ、いつの間に。さすがにちょっとタイミング良すぎない。実はルーフェス待ち伏せしてたりしない。常に情報収集を行っていますから、このくらいは当然のことです。お初にお目にかかる。アーランド共和国元騎士ステルケンブルクと申します。以後よろしくお見知りおきを。なるほど、あなたが。資料の上でしか知り得ていないはずですが、急遊にあった思いですよ。ああ、私も同じ思いだ。ヒデンとは今初めて会った気がしない。これが魂の因縁というものかもしれないな。ちょっと待って、二人は初めて会ったんだよね。なのにどうしていきなり仲良しなの。資料を調べた結果、あることに気づきました。私と彼には一つ共通点があるのです。それはグルッポー。あ、ルーフェスの鳩だって、あれ、グルッポー。あれ、ルーフェスの鳩は確か黒だよね。白いのなんていたっけ。それは私の鳩です。驚かせて申し訳ない。へえ、ステルクさんも鳩を飼ってたんだ。ってことは二人の共通点っていうのは鳩？ええ、実際に会う前から鳩を通じて連絡を取り合っていました。いわゆる伝書鳩というものです。鳩ってすごいんだね。まさに姫様のおっしゃる通り、鳩は偉大な鳥です。1000キロもの距離を飛ぶ能力、それに何と言っても美しい。彼らを超える美しさを持つ生物はこの地上に存在しないでしょう。わかっているじゃないか。鳩の魅力を知る者がアールズにもいると知り、私も嬉しい。同感です。ただ押しむらくは色が白だということです。やはり鳩は黒に限る。待て、それは聞き捨てならんな。鳩の色は何と言っても白だ。それ以外はありえない。